夢をテーマにした月1回のインターネットラジオ。この番組は NPO 法人みんなの夢を叶える会の制作と東海大学放送研究部の制作協力でお送りします。渡辺美希です。速報みんなの夢ニュース。この速報みんなの夢ニュースは2013年の1月30日に日本武道館で開催される日本一の夢のコンテストみんなの夢アワード3に向けて毎月お届けしているインターネットラジオです。ナビゲートを担当するのは現役の女子大生でミス東海大学の奥貫ひとみです。不慣れですがどうぞよろしくお願いします。それでは早速今回もこちらには渡見会長で NPO 法人みんなの夢を叶える会理事長の渡辺美希さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。渡辺さん、みんなの夢アワード3まであと100日を切りましたがいかがですか？すごく楽しみですね、はい、企画としてもそれこそ審査員をどなたにするとか、それからまたゲストを誰にするとかいうところのね、もう大詰めですから、はい、ただその一部二部の今の企画見てますと、多分来ていただいた方がですね、本当に喜んでいただいて、楽しんでいただいて、そして、夢を追うことが素敵なことなんだなと、自分も夢を追ってみようかなと思えるようなですね、そんなような、日本武道館の一日になるんではないかなと、私自身がワクワクしながら、この100日を、はい、過ごそうと思っております、はい。はい。渡辺さんや事務局も、全国各地で PR 活動を展開しています。続いて、みんなの夢アワード。中川総合プロデューサーのプレゼンテーションをお聞きください。じゃあ少しお話をさせていただきたいと思いますが、ちょっと渡辺今日気入ってましたですね。僕も初めて聞いた話でした、野村証券の話っていうのは。で、普通も時間もないものですからバタバタと来てバタバタと帰るんですけども、今日はザ・ソホーの、部屋を見たいとかですね、ちょっと珍しい、行動をしました。で、それほど、やはり、ちょっと皆さんの関心があったのかな。で、渡辺も言っておりますけども、もう本当にここからね、アワードに出ていただきたいと、そういう思いで、今日渡辺来ていただきましたので、夢アワードということで、まあ、今回武道館でやるという話なんですけども、今、エントリーがスタートしてまして、まあ、ぜひ皆様に応援、応募していただきたいと思います。10月の26日まで。で、第1回目は11月の上旬に50名まで、こう、絞らさせていただきまして、ここで面談、まあ、ヒアリングさせていただきまして、2時で20名。で、最終12月15日に、この20名の中から、数名に絞っていき、ここでアワードに出ていただきたいと思っています。はい。で、このアワードの申し込みの前に、この未来の名刺を作っていただきたいということで、ね、ここにすべてテーマが入ってます。世界をちょっと良くする夢を名乗ってほしいということです。はい。この5年先の夢を名乗って未来の名刺を作ってほしいということなんですが、まあ、例えば我々中継計画を作るときって必ず5年だと思います。で、この中継計画の5年をそのまま未来の名刺の、登録にしていただいて、この目的と、その5カ年の計画を書いてください。で、今、未来の名刺っていうのは結構今1500人ぐらい登録されておりますけども、結構やっぱりソーシャル系の皆さんが多いんですかね。ワクワクします。まあ、本当にこれはソーシャルイノベーションのフォークだなって思ってますけども、やはり大事なのは皆さんの若い方たちのこの発想ってすっげえ大事だなと思いますし、これを形にするお手伝いさせていただけたらなと、そう思っております。こちらも投稿としては、もうこれ簡単ですので、1時間ぐらいあればできますので、まあ、ぜひ、エントリーしていただきたいなと思います。まあ、とにかく10月26日までですので、早めにエントリーしていただきたいなと思いますし、本当に我々はですね、このアワードを通じて、なんですかね、IT ブームがありました。IT で、こうムーブメントが起きた。同じように、我々これから、夢、またソーシャルビジネスで、このイノベーションを起こしていきたいと思いますので、まあ、ぜひですね、応募していただきたいと思います。どうもありがとうございました。みんなの夢アワード3まで
いよいよあと100日を切りました。皆さん、日本武道館でぜひお会いしましょう。速報みんなの夢ニュース。この後はおなじみのコーナー、皆さんが応募された未来の名刺の紹介です。速報みんなの夢ニュース。さて、続いては未来の名刺の紹介です。最大支援2000万円、日本一の夢のコンテスト、みんなの夢アワード3ですが、その第一歩はあなたの5年後の夢を未来の名刺という形にしてウェブにエントリーしていただくところからです。来年1月の日本武道館のファイナルステージに進むためのエントリーは10月26日をもって一時締め切りとなりました。最後の最後のチャンスとして二次募集が行われています。詳しくはみんなの夢アワードのホームページをチェックしてみてください。それでは渡辺美希さんとみんなの夢アワード事務局がピックアップした今回の未来の名刺はこちらの10枚です。名刺を紹介してくれるのは立教大学3年生の横井みなみちゃんです。お願いします。はい、それでは未来の名刺を紹介していきます。後藤健二さん、日本再生可能エネルギー開発。現在私が出資している会社が開発しているギアに関する特許を応用してエネルギー問題を解決する。山村君人さん、農村エコ産業雇用デザイナー。未利用バイオマスの代替化石燃料化、エネルギー自産自消、雇用創出、九州迷惑竹解決が試金石。大島忠さん、ペイフォワードエネルギー G。 エネルギーのペイフォワード、人から受けた親切を次の別の人へ渡すと、別の形のものが世界中に広まっている。田代雅人さん、椿村村長。小さな村を作ります。ゼロエミッション、完全リサイクルの村です。年寄りが安心して過ごせる夢の村です。井田和弘さん、永続地域創造企画長。地域での食料とエネルギーの自給率 100% を達成し、失いつつある絆を地域に取り戻す活動を広めている。岩崎志郎さん、空間エネルギー研究家。空間エネルギーを利用して地球のエネルギー消費を半減化すると同時に、発生する電子で放射能を消す。川野佳代子さん、自然エネルギーつなげ人。火力発電、地熱発電、風力発電など、地方の方たちと自然エネルギーの電気を作って使う。小林信明さん、環境と格差問題への代替案事業。エコビレッジを作り、環境教育や就労支援し、市民ファンドで太陽光パネル事業をする。川上洋一さん、ワタミ。再生可能エネルギー事業部部長。再生可能エネルギーのプロフェッショナルとなり、一つでも多くの地域で持続可能な循環型社会を創造する。高橋雅彦さん、ワタミ。環境価値創造チームリーダー。一人一人が環境活動に笑顔で取り組めるために、環境活動運用改善評価システムを推進している。未来の名刺の紹介、今回は以上です。さて渡辺さん、この中で一番気になった未来の名刺はどの方のでしょう？はい、今回ですね、私が気になったのは環境と格差問題への代替案事業、小林信明さんのエコビレッジを作り、はい、環境教育や就労支援をし、市民ファンドで太陽光パネル事業をするです。はい、なぜ気になったかというと、これいいですね。何がいいかというと、やっぱり事業っていうのはやっぱり動機が大切で、はい、やっぱりこの方は自分自身がやっぱり、まあ、その精神的な病気になって、うん、そしてそのエコビレッジという有機農業のその村ですか、はい、まあ、そこで元気になったと、だからこのエコビレッジというものを、まあ、何らかの形でこう広げていきたいというふうにこう思ったわけですよね、うん、まあ、そしてそこで、まあ、環境というものをこう結びつけることによって、まあ、一つの事業化を目指したということで、はい、この太陽光パネル事業を、まあ、5年をかけて立ち上げていくんだということが企画になっているわけで、
大変いいと思います、はい、やっぱり動機がしっかりしている、それからその5年間のストーリーも明確だと。ただですね、ただちょっと心配なのは、うん、その、まあ、市民ファンドでですね、その立ち上げてその太陽光パネル事業をやるということなんですが、何でもそうなんですけど、今太陽光パネルで、その自然エネルギー事業をやろうとしているところがいっぱいあるわけで、はい、誰でもいるわけで、要するにこの小林さんがやる、小林さんにお金が集まる理由、小林さんがそのことでできる、その、まあ、勝てる見込みといいますかね、まあ、その差別化って簡単に言うんですが、この差別化が見えないんだよな、うん、そのいろいろ勉強して、ね、コネクション作ってファンド立ち上げるんだって言うんですけど、どうして小林さんなんだろうっていうのはまず見えない、それから、まあ、例えば事業っていうのは、まあ、その集中化し、要するに何で戦うかっていうのを明確にして、やるわけですけど、なぜ太陽光なのかなということもちょっとわからない、それからコストリーダーシップって非常に重要で、コストが大事なんですが、このコストに面でも小林さんがやることによって別に割高にはなっても割安にはならないのかな、つまり簡単に言えばですね、こういう装置ビジネスというのはよほど何かその強みがないと勝てないんですよ。だからちなみに今ワタミは風力発電やってますけども、ワタミは太陽光に入ったと。で、太陽光に入ったとしても小林さんにお金が集まり、小林さんの太陽光がよりみんながその応援するんだという何かその裏付けがないとこの事業ってうまくいかないんですよね、はい、だからそこだけちょっと気になりました、まあこれだけの企画書ですから、はい、そのどこに差別化があるかわからないもんですから、小林さんには差別化がなければ勝てないよという一言だけはお送りしたいと思います。差別化ですね。ありがとうございました。みんなの夢アワード3、日本武道館の最終選考に残らなくてもこうして渡辺さんからメッセージをもらえるチャンスはあります。もちろんここで紹介された未来の名刺も最大支援2000万円のグランプリの可能性は残っています。ぜひお楽しみに。ここまでのお相手は NPO 法人みんなの夢を叶える会理事長渡辺美希さんでした。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。この後はみんなの夢を叶える会事務局からのお知らせです。速報みんなの夢ニュース。最後はみんなの夢を叶える会事務局からのお知らせです。事務局からのお知らせも立教大学の横井みなみちゃんです。はい、よろしくお願いします。 NPO 法人みんなの夢を叶える会ではみんなの夢シンポジウム渡辺美希ライブ2012を全国で開催中です。今後の予定は11月19日月曜日、千葉京葉銀行文化プラザ音楽ホール。11月21日水曜日、長崎ブリックホール。11月27日火曜日、東京ビッグサイト。11月28日水曜日、東京津田ホール。以上の日程です。合わせて、NPO 法人みんなの夢を叶える会では、ボランティアスタッフを募集しています。1月30日、日本武道館でのイベント制作を通じて、渡辺美希さんが主催する夢への応援活動を、あなたもお手伝いしてみませんか？詳しくは、みんなの夢ホームページをご覧ください。1月30日、日本武道館のチケットは、E プラスなどでお求めになることができます。そちらも合わせてチェックしてみてください。事務局からのお知らせ、今月は以上です。ということでお送りしてきた速報みんなの夢ニュース、ナビゲートは将来の夢は一人でも多くの笑顔を引き出せるアナウンサーになること、東海大学の奥貫ひとみと、将来の夢は人と人とのつながりの大切さを伝えるアナウンサーになること、立教大学の横井みなみでした。この番組は NPO 法人みんなの夢を叶える会の制作と東海大学放送研究部の制作協力でお届けしました。